にちは、東京の道の道夫です。最近道夫の朝ごはんチャンネルご覧いただき誠にありがとうございます。さあ本日は明治通りの西側、渋谷、原宿、新宿、池袋を走りたいと思います。では最後までよろしくお願いいたします。少し話したいと思います。関東大震災のあと1927年東京の都市計画整備が始まり、環状5号線として工事が始まったそうです。今現在は港区南麻布から江東区夢の島まで33キロあるそうです。ではなぜ昭和にできたのに明治通りになったかと申しますと、最初の工事範囲が渋谷駅から神宮前交差点までだったそうで、明治神宮そばを通すということで明治通りと命名された説が有力だそうです。
ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。Cover them up so you don't see.